はいどうもメチャンネルです。本日私はですね、沖縄は那覇空港の方に今到着いたしまして、本日からですね沖縄5泊させていただくということで、1泊目はですね2022年4月12日に開業しました沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾さんの方に向かっていきたいなというふうに思うんですけれども、今回ですねレンタカーを利用せずにレンタカー利用すると5泊でね6、7万円するので、初めてねリムジンバスに乗って向かっていきたいなというふうに思います。ホテルまでね行くみたいなので、ネットでもね予約できますし、那覇空港のインフォメーションの蓮向かいにありますねリムジンバスの、チケット売り場の方でもねゲットできますので、チェックしてみていただければと思います。片道ね1人600円ぐらいという感じですね。子供の席を取ると、300円ぐらいという感じでございます。本日はこちらの1時半発のですねバスに乗っていきたいと思います。空港からはですね約40分ぐらいでね着いてしまいます。はい、こちらがですね1階にあります、キッズスペースでございます。はい、こんな感じで、まあ、そんなにねめちゃめちゃ広いわけじゃないんですけれども、十分ね遊んでいただけるんじゃないでしょうか。可愛いですね、壁紙とかね。はい、エレベーターホールね向かっていただく途中にねこういったフレーバーウォーターなどがありまして、ノンカフェインハーブティーとなってますね。はい、はい、でこんな感じで奥の方にはね、グッズの売り場などもねあるみたいですね。でこちらがねグッズ売り場となって、はい、でさらにその奥にはですねこのように朝食会場の、ね、レストランでございます。いやめちゃめちゃかわいいメニューとかもねこんな感じで、ランチとかもねお召し頂くことができますし、当然ディナーもございます。はい、こちらですね、ドリンクをいただきながらチェックイン手続きを行っていきます。はい、今回ね旅行支援を先用しまして、宿泊という形になっております。これはね本当に嬉しい。今ねちょうどティータイム中でですねプリンだったりコーヒーゼリー、スフレチーズケーキ、ジーマミーハウピア、マンゴロールケーキ、チョコレートケーキなどがございます。マンゴードリンクとかね、はい、あチンスコーンなどもありますね。そしてこちらがねゼリー、おしゃれサンドイッチなどもございます。はい、そしてこちらがジャグジーと、プールですね。これはいいですね。後ほどね入っていきたいと思います。スパークリングワインなどもいただけるみたいですね。グラスもねプラスチック製ガラスを選べるみたいです。お、しかもねブルーシールのアイスもあります。グアバとか、これ嬉しいですね。それ以外のリキュールなどもね売ってございます。すごい、これなんかもねめちゃめちゃ可愛いですね。やつ美味しいよ。はい、こんな感じでどうもできましたんで、いただいていきたいと思います。レイクに関してもらいました。美味しい。うん、はい、じゃあ、ね、ちょっといただいていきたいと思います。まずねゼリーの方ですね。はい、パパ、ブルーのねゼリーはすごい爽やかで、白いねクリームがめちゃめちゃ甘い。パパ、何もうさ赤いのさ2つレイクン食べてた。じゃあチョコレートケーキもらうよ。いいよ、でチョコケーキ2つまだいいよ。うん、ちょっとなってちょっとだけだといいよ。これなんだろう。レイ君まだ食べてみて。これなんでしょうね。じゃないからさ、ね、わかんない。あ、なんかさ、うん、紫色が見えるんだけど。コーヒーゼリーだった。コーヒー。うん、美味しい。
だってパパコーヒー大好きだもんね。うん、めっちゃ美味しい。だからコーヒーゼリー、ブルーシーライスもちょっといただいていきたいんですけども、レイ君とかね、こちらで、滞在してる間にお部屋の方ね、ちょっと撮っていきたいなと思います。大好きだよ。はい、それじゃあね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。本日はね、13階のお部屋となってます。明日ね、移動するっていうこともあって14時にしてもらってますけど、15時までね、OK ということでした。はい、それじゃあね、13階の方におります。14階がね、クラブラウンジとなってます。2階にもね、プールがあるみたいですね。はい、こちらが、はい、じゃあね、こちらが13階となってます。エレベーターホールもね、非常におしゃれで明るくてね、いい感じですね。はい、こんな感じ。ここら辺にはね、氷だったりとか自動販売機などもねございます。はい、じゃあお部屋の方にね行きましょう。本日13、17号室ですね。もうエレベーターホールが近いこちらでございます。エレベーターホールも廊下も非常にね、おしゃれな感じです。13、17号室です。では入っていきましょう。わあ、こんな感じ。いや、非常にね、明るくて、もう廊下とかとね、カーペットが同じような感じ。いやー、いいじゃないですか、こんな感じで。そしてビューは、まあクラブフロアと同じ感じのビューですね。ハーバービューみたいな感じ。はい、では、詳細の方ね、見ていきたいと思います。はい、それではね、詳細を見ていきたいと思います。廊下の方にね、戻っていきましょう。まず玄関の方ですね。はい、本日はエレベーターホール出てね、左手のすぐ、お部屋ということになっております。入っていただいてですね、ルームキーはね、差し込んでいただくタイプとなってまして、メインのね、マスターのスイッチがございます。入っていただいてもすぐね、左手が水回りとなってます。こちらね、パノラマとなってますけど、当然ね、この大きい扉で間仕切っていただくことがね、できるんですね。はい、素晴らしい。ウッドなんかもね、非常に落ち着いた感じのね、色合いになってますね。はい、で、収納スペースなんですけど、やっぱりね、もう扉が最近のものはないですね。はい、バスローブがあって、こちらにアイロン、そしてスリッパと、これはね、サンダルですね。多分2階にね、プールに行くよっていう感じですね。で、荷物置く台があって、プールとかで利用していただけるタオルとかね、こんなバスケットなどで移動していただくという形になってますね。で、ハンガーラックと、こちらに、アイロン台がございます。で、この下ですね、はい、ルームウェア。こちら、セパレートタイプの、ルームウェアとなってまして、ちゃんとね、ロゴが入ってございます。で、こちらの上、これもね、ルームウェアなんでしょうね。はい、これも個人的にはこっちの方がなんか着心地がいい、ジャージっぽい感じでね、いいですね。ちょっと沖縄っぽさも感じられていいんじゃないでしょうか。はい、でこちらね、ランドリーの、メニューがこのようにねございます。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがねございます。はい、ここがね、収納スペースとなっております。そして、左手ですね、洗面台ですが、はい、こちらにね、バスソルト、こんな感じでね、ありますし、女性用のスキンケアセットなどもね、もう2セット置いてございます。これは嬉しいですね。ボディーローションとかもね、ございます。で、石鹸だったりとか、こちらコップ、はい、で、アメニティ類はこちらの引き出しにですね、このように一式ね、一通り入っているといった形でございます。で、こんなね、椅子もあって、足元の方にはタオル、はい、このようにございます。で、ヘアドライヤーですね。どんなタイプでしょうかね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ドライヤーにつきましてはこちらね、ブラック、ツヤ消しブラックとなってまして、パナソニックのナノケア、ナノイーとなっております。モイスチャープラス、なんか新しい良さげなやつですね。はい、十分じゃないでしょうか。まあ、左手ね、お手洗いでございます。人感センサーですね。はい、まあ、こんな感じでね、はい、
装飾などもございます。自動でね、アフタイプではなさそうですね。はい、お手配です。で、右手がですね、はい、こんな感じのお風呂。壁がね、なんだろうな、こうちょっとツヤっぽいんですよね。グラデーションがかかるような、ちょっとおしゃれなね、これ個人的にはめっちゃ好き、いいですね。はい、でシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがございます。これは何でしょう、ユニっていうんですかね。はい、こういったものが使われています。まあ、ちゃんと洗い場のね、椅子だったりとか OK なんてもございます。で、電気のね、コントローラースイッチなどもございます。これでね、バスソルト入っていただいて、バスソルト入れてゆっくりね、していただくことができると。で、物干しロックなどもね、完備してございます。はい、お風呂ね、なんか良さげですね。はい、で、こちらですね、姿見の鏡がこのようにドンとあって、はい、空気清浄機とか、はい、そして本日はね、ツインベッドとなってます。なんか落ち着いて非常にね、いい感じですね。で、こちらが、はい、エアコンのね、コントローラーとなってますし、ベッドのサイドはですね、USB-A が1箇所と、コンセントが1箇所っていう感じですかね。はい、で、こちらが、これがね、鏡なんですが、ここね、このように開けていただくことができまして、開けていただくとテレビがね、このように出てくるという感じです。これ面白いですね。はい、で、こちらに USB-A と HDMI のね、コネクタがございますので、裏にね、通さなくてもここから Amazon Fire Stick とかね、挿していただくことができるんじゃないでしょうか。で、今回ね、9月ということでレイ君の誕生日月で、こんなご準備までね、していただいております。ありがとうございます。はい、で、ウェルカムスイーツアメニティがございます。はい、ラウンジのね、案内とかですね。まあ、こういったね、コーナーソファーもなんかもあって、非常にいい感じじゃないでしょうか。で、メインのね、照明のコントローラーと、こちらにも USB-A とコンセントが1箇所ございます。はい、で、このソファーのね、こちらにもコンセントと USB-A がね、1箇所という感じですね。はい、非常にいいんじゃないでしょうか。電話機とティッシュと時計、これもね、ウッドなんですよね。面白い、かわいいですね。はい、で、こちらがね、こういった装飾があって、デロンギ製の電気ケトル、そしてお水とネスプレッソマシンですね。で、こちら冷蔵庫ですが、冷蔵庫の中ね、特に入ってございません。もうラウンジでね、飲んでくださいということでしょう。で、アイスペールと、はい、茶器がね、ございます。で、こちらワイングラスとかワインオープナーがございまして、はい、グラス類、コースター、ウッドのコースターですね。かわいいです。で、サンピン茶とかルイボスティーとかね、こういったドリップのコーヒーなどもね、ございますね。はい、で、テレビのリモコン、このようにですね、はい、YouTube とか見ていただくことができるようになってます。まあ、ちょっとで、ね、つけてみましょうかね。まあ、最近なんかね、テレビでやっぱりこういった案内がね、あったりしますので、まあ、動画アプリで一通りね、見ていただくことがね、できるようになってるんじゃないでしょうか。このように、はい、 YouTube とかね、ログインはできませんけど、見ていただくことがね、できます。はい、で、ホテルのご案内であったりとか、はい、このように12階以上がね、クラブフロアみたいですね。はい、で、オールデイダイニングとかクラブラウンジのね、ご案内などございます。プール、サウナ、岩盤浴ね、ございます。これも2階とかですかね。ここなんかもね、行ってみたいと思います。はい、まあ、このような感じで本日はね、一泊させていただきたいと思います。初めてね、お伺いさせていただきましたけど、いやー、雰囲気もね、非常にいいんですよ。こういったね、バルコニーの方にはこういったチェアがあって、なんか飲みながらね、この景色を楽しんでいただくことがね、できるようになっていたり、はい、するわけですよ。はい、バルコニーちょっとね、出てみたいと思いますけど、あー、すごい、いやー、いいビューですね。こんな感じの、ビューとなっております。いかがでしょうか。
まあ、ここら辺なんかもね、椅子なんかも非常にいい感じですね。はい、こちらでね、ゆっくりさせていただきたいと思います。はい、それではね、 Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方出ました。ダウンロード下りが 110Mbps、 アップロード上りが 105Mbps、 Wi-Fi 速度も 160Mbps 出てますので、非常にね、あの速度は出てるんじゃないかなというふうに思います。いい感じです。はい、ということですね、本日はこちら沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾さんの方にね、初めてお邪魔させていただいております。もうね、建物入った瞬間めちゃめちゃいい匂いするんですよ。で、今回ね、クラブフロアのお部屋で予約取らせていただいておりますので、クラブラウンジでの、チェックイン手続きだったんですけど、もうサクッとね、終わりました。で、まあ、14時からチェックインはね、可能という状況になったんですが、もう14時にはね、ティータイムという形で、先ほど見ていただいた通りね、いろんな、スイーツなどもあって、もうお昼からですね、スパークリングワインだったりとかビールとかもね、飲んでいただくこともできるので、非常にこれいいですね。まあ、ラウンジが空いてる時間帯はなんかね、お酒もね、飲める感じみたいなので、もう14階クラブラウンジ横のプールでね、日焼けしながらですね、お酒飲んだりとかもできますし、まあ、当然ね、ジャグジーなども入って、まあ、出てね、飲むとかっていうこともできますし、まあ、17時以降はですね、お子様連れはね、13歳未満のお子様は残念ながらクラブラウンジ入ることはできないんですけども、まあ、大人だけのね、時間をね、過ごしていただくこともできる、きちっとね、なんか、メリハリというかですね、子連れも楽しいし、まあ、大人で来ても楽しめるホテルなんじゃないかなって、今のところね、そんな感想を抱いております。で、お部屋などもですね、まあ、非常にシンプルなんですけども、ところどころですね、テレビのところのコンセントだったりとか、ここのソファーの下のコンセント、そしてこのソファーの後ろにもね、コンセント、USB-A があったりとかして、非常にね、使いやすいですし、今 Wi-Fi 速度測っていただいてね、分かりの通り、Wi-Fi もね、サクサク、速度出てますので、非常に快適です。で、沖縄の那覇空港からも近いので、今ね、チェックインしてふと思ったのが、まあ、結構ね、北の方に上がっていってですね、まあ、那覇周辺で最後ね、近場で泊まるにあたっては、結構宜野湾泊まるというのは結構ありなんじゃないかなというふうに思いました。まあ、初めの宿泊と、締めくくりの宿泊とかね、あっちのね、海風テラスとかの方にね、行っていただいてもいいと思いますけども、結構ありだなという感じですね。はい。で、もうちょっとね、休憩をしてからですね、まあ、レイ君を連れて、まずはですね、2階のね、どなた様でも、遊んでいただけるプール、そしてそちらにはサウナだったりとか、岩盤浴もね、ありますので、まあ、さすがにね、ちょっとそこは撮影できませんけども、ちょっとね、遊びに行きたいな、というふうに思います。じゃあね、行ってまいります。はい。じゃあね、こちら準備、整いました。これがね、お部屋から2階のね、お風呂だったりとか、サウナ、プールに向かう用のね、館内着、専用の館内着となってますので、まあ、当然これ着なくても大丈夫なんですけど、せっかくなんでこれを着てね、プールの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらですね、2階の方にやってまいりまして、左側にね、行っていただくとプールサイド、右は大浴場というところですね。はい、こんな感じですね。なので、まあ、インフィニティプールの方に、ね、向かっていきたいと思います。はい、こちらね、ランドリーもね、ここにある感じですね。はい、あ、こんな感じでね、はい、料金帯的にも一般的な、でもね、D 払いとかペイペイとかもね、使える感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、それではプールの方入っていきたいと思います。あ、めっちゃインフィニティ、結構ね、膝ぐらいの高さなので、足届く、はい、小さいお子様でもね、多分ここからね、段になってる感じで、ここからね、急に深くなる感じですね。はい、こんな感じ。はい、まあ、ここら辺はね、浅くていい感じですね。で、ここからね、深くなるので、ここに入ると、私のね、胸ぐらいまで来ますね。まあ、ちょうどね、ここぐらいまで、来る感じになりますんで、まあ、2段階でね、利用できるのはいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、レイ君ちょっと遊ばせて、
後ほど、まあ、撮影はできないですけど、大浴場だったり岩盤浴、サウナの方もね、ちょっと向かっていきたいなというふうに思います。はい、それじゃあね、室内プールの方に向かっていきたいと思います。はい、そしてね、こちらがアイスルームとなっておりまして、うわ、めっちゃ寒い、氷がね、このようにあって、これはね、真夏のめっちゃ暑い時はいいけど、今はね、めっちゃ寒い、めっちゃ寒いです。はい、こちらがね、室内プールとなっております。はい、室内プールもね、いい感じでございます。なのでこちらのね、ドライサウナ入ってからさっきのね、アイスルームに入るのがいいと思います。こちらがね、ドライサウナで、こちらがね、ミストサウナという感じでございます。いや、いい感じじゃないですか。こちらがね、ミストサウナでございます。こんな感じ、結構ね、広いんですよね。はい、いい匂いします。そしてね、こちらがドライサウナとなっています。これもね、結構広い。あ、結構ね、暑い。温度的には結構いい感じじゃないでしょうかね。気持ちいい。はい、で、こちらから先がですね、もうね、お風呂のエリアとなってますので撮影はできません。で、この手前にね、岩盤浴、スタジオサウナがございます。はい、まあ、岩盤浴ね、こんな感じでゆっくり寝っ転がりながらね、楽しんでいただけるので、これもね、いいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと暗いんですけどね、いい感じでございます。いかがでしょうか。はい、ではね、カクテルタイム行っていきたいと思います。というわけですね、こんな感じでですね、持ってまいりました。ちょっとね、これだけ軽くいただいて、レストランの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。めちゃめちゃね、ロケーションも良くて、こちらね、夜22時までね、バータイムやっておりますので、食事終わった後ですね、プールもね、21時までインフィニティプールをやっておりますので、そちらもね、楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、じゃあね、いただいていきます。これね、軽くいただいて、レストラン向かっていきたいと思います。料理も意外とおつまみ的なものだけなのかなと思ったんですけど、こういったね、温かいお料理なんかも出てきて非常にいいですね。これ鶏肉、ラタトゥイユみたいな感じでいいですね。なんかね、お箸とかもね、意外とおしゃれ、意外とツヤツヤですけど、めっちゃおしゃれ、うまっ、味もバッチリですね。今回ね、レストランの方がハワイアンフェスみたいなね、ハワイアンフェアみたいなやってる感じだったので非常にね、楽しみです。じゃあこれいただいてレストランの方に向かっていきたいと思います。はい、ということでディナービュッフェの方にやってまいりました。おすすめで、はい、ということでね、こんな感じで持ってきましたけど、
美味しそうすぎてね、なんかね、茶色いのしか出てこないんだよね。はい、ゆうくんもなんかいつの間にかいなくなったなと思ったら勝手に席に座って食べておりました。美味しい？熱い？はい、ということでね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、早速いただいていきたいと思います。これはね、どうしても茶色不可避ですね。はい、いただいていきます。まずはね、ローストビーフ、うまー。そしてこれもね、豚肉ですね。うん、全部がね、ヘビ。唐揚げもね、めっちゃうまそうなんですよ。めっちゃでかいんですよ。いやー、大満足。これね、ちょっといただいて休憩したらですね、上の、またラウンジのバータイムもね、行きたいなと思います。感じでですね、カクテルを映えそうなやつでね、お願いしますということで作っていただきました。かわいいですね。はい、いい感じでございます。じゃあね、これちょっといただいていきたいと思います。おいしそう。はい、今日ね、こちらいただいていきたいと思います。あ、うまい、うまいな。続いてね、こちらでございます。傘がね、めちゃめちゃかわいい。うん、これも美味しい。ココナッツですね、これ。これはいいですね。最高です。はい、お部屋の方にね、戻ってきました。いや、ラウンジもね、非常に居心地が良くてね、最高ですね。今のところね、やっぱりお子様連れとですね、大人で過ごせる時間とね、綺麗になんか分かれてる感じがして、多分ね、どのお客様層からもバランスよくね、楽しんでいただけるんじゃないかなっていう感じはね、してます。はい、なんかすごく居心地がいい感じしますね。なんだろう、館内がいい匂いっていうのもあるんですけどね。はい、非常にコンパクト、広すぎず狭すぎずっていう感じでね、広さ的な問題もいいんですけど、いいですね。はい、ということで、まあ、これから YouTube ライブね、お届けさせていただきたいと思いますので、そちらのアーカイブにつきましては、また上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければ幸いです。ということで、今日はね、ライブ後ゆっくり休ませていただいて、明日の朝食、楽しみですね、挑んでいきたいと思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができましたよ。めちゃめちゃね、ベッドも硬さバッチリ、そして枕がね、何よりね、めっちゃフィットして良かったですね。遮光カーテンもね、本当に、真っ暗になってですね、なんか外のね、音も全くしないので、危うくね、寝過ごすところでございました。それぐらいね、寝心地良かったし快適でございました。とはいえね、今もう8時で、朝食はね、10時までとなってますんで、まあ、これから朝食会場で朝食いただいた後にですね、まあ、レイ君とね、クラブラウンジの横のプールで遊びたいなというふうに思いますので、早速ね、朝食食べに向かっていきたいと思います。Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found is my second and all my roses died. はい、ということでですね、こんな感じでですね、お肉がね、ゴロゴロしたビーフカレーですね。はい、そしてタコライスと、こちらが沖縄そば、そしてサラダと、はい、これがですね、ローストポークですね。はい、その他ね、茶色い部分、はい、一通り持ってきました。いただいていきたいと思います。美味しそう。はい、今日はね、早速いただいていきたいと思います。まずね、ビーフカレー、結
結構ね、お肉ゴロゴロしてね、めっちゃ美味しいです。いただきます。うん、うまっ。お肉がめっちゃホロホロでね、美味しい。うん、はい、そしてね、沖縄そばですね。いただきます。セルフなんで、このラッペとかもね、自分で入れていただくことができます。うん、うん、はい、そしてね、タコライスね、これもね、自分で量を調節できるんです。最高です。ソーストポーク、これ食べ進めてプールの方にね、向かっていきたいと思います。最高です。はい、結構ですね、プールの方入っていきたいなと思います。いや、結構ね、人いらっしゃいますね。はい、レイ君も楽しそうです。はい、ということでね、プールサイドでこのようにスパークリングワインとかいただきながらね、入れるって最高ですね。じゃあちょっと泳いで遊んでいきたいと思います。うまっ。はい、ということですね、楽しんでまいりました。本日はですね、まあ、プラチナステータスを保有しているので一応ね、15時までレートチェックアウト可能なんですけれども、次はですね、ハイアットリージェンシー世良垣アイランド沖縄さんの方にね、向かっていきたいので、13時にチェックアウトをしてですね、バスに揺られて、向かっていきたいなというふうに思います。これね、一泊目なんですけどめっちゃ良かったです。はい、なんかね、もう結構満足しちゃってる自分がね、います。で、これからね、向かうハイアットリージェンシー世良垣アイランド沖縄さんにつきましては、もうね、アプリ上でですね、スイートの方にアップグレードしていただいているような状況なんですけども、これがね、上塗りされていくのか、心配でございます。めっちゃ良かった。はい、なので、初めてね、宿泊させていただきましたけど、やっぱり岩盤浴もあり、お風呂、大浴場もあり、2階のプール、そしてクラブラウンジ脇にですね、プールがあって、ラウンジ営業中、朝のね、7時から、22時まで、なんとね、お酒も飲めるという形でですね、いやー、プールサイドでお酒飲みながらね、しかも無料ですよ。はい。ずっと飲んだり、アイス食べたり、ゴロゴロできるっていうのはもう本当にね、素晴らしかったですね。で、岩盤浴もね、あって。これがね、ほんと温泉とかだったらもうほんと言うことなしと。まあ、今も特に言うことはないんですけどね。そこまでは別に求めてないんですけど、十分、満足でした。はい。またね、沖縄本島でね、宿泊何泊かすることがあれば、一泊どっかにね、最後とかにちょっと入れ込みたいなっていう、ホテルでございました。まだね、残り4泊、する予定でございますので、今後ね、上塗りされていくのか上書きされていくのかね、楽しみでございます。いやー、総じてね、めちゃめちゃ良かったです。はい、ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、ぜひチャンネル登録とベルマークの、ね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。